八王子市絹の同資料館は東京都八王子市有水にある博物館である。絹の道は東京都八王子市から神奈川県横浜市までを結ぶ街道で別名浜街道とも呼ばれる。江戸時代末期に横浜港が開港し、鉄道が発達する明治の中頃まで輸出用のギートが運ばれたルートである。1889年に神鉄道が開通し、 八王子から鉄道を介した横浜港へ続く絹の道が作られたことで次第にその意義を失い始め、1908年に街道と並行して横浜鉄道が開通するとこのルートは本格的に衰退した。1985年、八王子市は指指定史跡絹の道の保全と環境整備を目的とする基本構想を策定した。この基本構想により、 やり水の木図書で石垣大臣と呼ばれた、八木下金名門家屋敷跡に、絹の道の中心施設となる休憩所付きの資料館が整備されることになった。1987年から、発掘調査による遺構の確認や石垣の修復が行われた後、1990年3月に、木造の門や入りもや屋根を持つ絹の同資料館が完成、開館した。 展示室には、木の道、キー糸や、養蚕の生産技術、そして木の道とキリスト教布教の関連性に、言及したパネルや、資料などが展示されている。また、開館に際して発掘した、八木下金目門家屋敷跡から出土した遺物と、同時代の資料や、八木下洋絵門と、同時代に活躍した、槍水商人である、大塚徳左衛門や大塚。 老吉といった人々に関する展示もなされている。エントランスには、絹の道など付近を散策する市民のために広い、休憩所が設けられており、お弁当を食べることもできる。屋外には発掘調査をした、八木下金名門家屋敷跡の遺構が、石垣とともに部分的に残され、片隅にある、いわゆる西洋館跡地には、あずま屋が設けられている。絹の道入り口。 ありがとうございます。